VW のフェブセダン、パサート GTE の改良新型プロトタイプを初めてカメラが捉えた。マイナーチェンジながら前後デザインの刷新など大幅なテコ入れが行われるようだ。捉えたプロトタイプはフロントアンドリアを厳重にガードしているが、フロントグリルのエンブレム横、運転席型に充電口が隠されていることから、GTE であることは明白だ。外観から得られる情報は多くないが、 まるで、リクライニングチェア、または、ザイスのアイコンのように、L 字型に光る、新グラフィックのテールライトが見える。また、最新情報によると、バンパーに設置されている新型 LED、データイムランニングライトは廃止され、フラッグシップセダン、アルテオンからインスパイアされるデザインが採用される、可能性が高いという、GTE のパワートレインは、1.4リットル直列、4気筒直噴ターボ、 つモーターで最高出力は 230PS 程度へ向上するとみられる。電気モーターのみで 60km の走行が可能となりそうだ。パスアートのトップモデルには最高出力 300PS を超える V 型6気筒搭載車も登場する。他、先進運転支援システム、アダスや最新世代のインフォテインメントシステムは、 アルテオンから流用されることになるだろう。ワールドプレミアは2018年内、10月のパリモーターショーも有力候補だ。話題の新型車を最速スクープ、スピダー 7http コロンスラッシュスラッシュ spyder7。Sp y